こんばんは。こんばんは。メルマありがとう。何なんだろう、めっちゃ甘い。夜ご飯はね、一応食べたんだけど、お腹空いちゃった。あの部数の間、部の間に食べたのが夜ご飯で、それからご飯食べてないから。うん、ありがとう。あとありがとう。あ、ごめん、リーナの部屋に行けなかった。お疲れ様です。うん、チョコが、うん、砂糖みたいに甘い。ワンピースとブラウス着てます今日のお洋服。こんばんは。かわいい、ありがとう。そう、甘いすぎるもんね、あんま好きじゃなくて。危ない。このさ、チョコついた麺じゃなくてチョコついてない麺で落ちた。セーフ。ドーナツ食べてます。今日はありがとうございました。こちらこそ。うん、大丈夫そう。セーフだった。こんばんは。楽しかった、キャン。ありがとう、なんかペンライトみたいなのありがとう、まる。ペンライトもありがとう。こんばんは。ありがとう。メンバーさん、ありがとう。ぬるくりじゃんけんしたかったの。おいでよ。ドーナツ食べてるよ。こんばんは。ごちそうさまでした。足りない、お腹すいた。焼き鳥食べたい。今日の髪型かわいい。ポニーテールです。くるくるポニー。もう寝ます。夜遊びに行きません寝ます。私は今は。2歳の娘さんがじゃんけん毎日楽しんでる。そんなこと言われたらさ、もうちょっと早い時間に送った方がいいのかな。バブルの話、ちょっと待って、お菓子取ってくる。よいしょ、何にしようかな。ホッピーさん、甘木系ばっかりお菓子持って帰ってきちゃったな。ちょっと失敗したな。ハッピーターン、ハッピーターン大量に持って帰ってくればよかった。ちょっとやるかした。そう、バブルでは浴衣全身写真も送りました。あ、浴衣派にしてる。よかったよかった。そりゃそうだよね。2歳の子が12時まで起きてないよね。
嬉しい。そんな、うまっ。しみるハッピーだ。守りたいこの笑顔、ありがとう。足がもう疲れた、むくんでる足が。お疲れ様です、ハートありがとう。10時早いね。守りたいこの笑顔、ありがとう。なんかさ、サンリオもあったけどアンパンマンの方がサイズが大きかった。お腹すいた、ラーメン食べたいよ。答え、ロールパンナ。あ、答えから見ちゃった。問題はどこですか？問題見れずに答え見ちゃった。アンパンマンちゃん、この子は誰だって。わかる、これでロールパンナちゃんって。わかんなくね。わかるか。もうさ、メロンパンナちゃんって言われたらメロンパンナちゃんだもんね。いただきます。うん、シルエットクイズって。うわ、うまっ。このアンパンマンの食べ物って全部美味しいよね。食べられている気分。どんなな。夜ご飯もうちょっと食べればよかった。本当ありがとう。お城ありがとう。結婚して嫌です。美味しい。マジでなんでこんなアンパンマンシリーズって美味しいんだろう。アンパンマンラムネマジ好きなんだけど。こんばんは。え、アントニーのハンバーガー食べてたの。いいの。私も食べたかったな、マック。なんかさ、アンパンマンのものってさ、なんか子供が食べるものだからさ、なんか歯にも優しそうだから、なんかお菓子食べてるっていう罪悪感ゼロだよね。嘘かな、それは。なんかアンパンマングミとかさ、なんか緑茶みたいな、なんとかポリフェノールみたいな入ってらん。こんばんは。ゼロじゃないんだ。
びっくり、丸いのにね、なんか普通のお菓子食べるより良さそうなイメージ。ハットありがとう。こんばんは。ミスター握手やった。イエーイ。今日の画角いい？本当？イエーイ。横向き充電しながら、スマホの充電が結構なくて充電しながらしてる。あとありがとう。で、黒い、もはや甘っ。バイキンマンが出てきた。味方自分で来たよ。そう、別れてるタイプだったから、なんか一人で切れるようだったから10分ぐらいで切れて、でもリボン結ぶの頑張った。綺麗に結べてよかった。着付けっていうよりね、なんかもうほんと羽織るだけ。浴衣のように似合いたかった。来年だね、それは。眠たい。ありがとう、レインボースター。チョコついてる？あ、ついてた。恥ずかしい。どうやった？うん、どうやった？お腹膨れてない。楽しかったですよ。ありがとう、花。こんばんは。握手トークよろしく。嬉しい。ありがとう、レインボースター。今日スリップじゃなかった。今日サンダルでしてましたよ。ありがとう。明日も来てくれるの？よろしくね。こんばんは。そう、なんかさ、トーク会とか握手会とかさ、やっぱり前回さ、すごい言われちゃったからさ、周りと比べて少ないよって言われちゃったからさ、ちょっと不安だったけど、やっぱりみんなと会えると楽しくて笑顔になっちゃう。始まるまで結構不安だったけどさ、みんなのおかげですごい楽しかった。こんな髪結び直しながら言うことじゃないね、ごめんね。みんな毛ボサボサすぎて結び直させて
ばんは。わかんない、私の周りと比べたらやっぱ少ないのかもしれないけど、周りの言ってる方たちは大行列だったから少ないのかもしれないけど、それでも楽しい時間を過ごせたのは本当にみんなが来てくれたりとか、来たかったって言ってくれる方もいたりとか、本当に嬉しいです。こんばんは。初家してくれるの嬉しい。ありがとう。こんばんは。あんまりね、人と比べるのとか本当に好きじゃないんだけどね。え、今一番来たいメンバーですか？ぜひ待ってますよ。こんばんは。そうね、9日から次のイベントの申し込みも始まるし、今回も5部でさせていただけるので、まず第1段階クリアっていうか、まあ5部フル部数で今回もさせていただけるので、ぜひ会いに来てほしいです。あとありがとう。こんばんは。まず9日から1時の申し込みが始まるんだよね。あれかな、9日のあの感じ、9日から次の日の昼までで15時からまた2時申し込みが始まってみたいな、いつもの流れ。あとありがとう。こんばんは。あとありがとう。やっぱりそうか。あとありがとう。こんばんは。ぜひ普段2時からとか3時からでいいやって感じの方も、今回だけはぜひ1時から申し込んでくださると嬉しいです。早めに完売させてっていう言い方は良くないのかもしれないけど、選抜に戻りたいので力を貸していただけたら嬉しいです。本当ありがとう。そう、第一時の申し込みって大変だし大事だから、使うのもったいないかもしれないけど、今回だけは力を貸してください。ありがとう。9日からか、今日が7、8、9、9か。何を言ってんだろう。ありがとう、ボール。ありました。
とう、ありがとう。だってから一時申し込むの、ありがとう、かわいい、ありがとう。ぜひね、会いに来るよって方は、会いに行ってみたいなって思う方は一時から申し込んでください。ね、お試しぶりに、お試しぶりからぜひ通ってくださいありがとう、ハート。てか着るもの決めたいよね。うわ、決めたいけど日程が分かんない。やっぱいつもスマホ見ながら決めてるけど、誰か日程一覧バって送ってくれたりしませんか。服決めたい。着るもの決めた方が一時申し込みやすいよね。ありがとう。まあ、そうだよね、決めたいよね。9までには決めたいし、でも明日は多分読解終わって帰ったらショーレブする時間はないので、今着たいものを決めれるとねいいかなって感じだけど、 S の確かにハロウィンある、ハロウィンと誕生日があると思う気がする。てか X あげよう、私どうやってあげるんだったっけな、もう期間落ちすぎて無理。ちょっと待ってよ、 X で、私 X あげてない、ショールームするってあげたっけ。ありがとう。1920かがハロウィンかな、あ違うか、これがあれか、もう周年終わってすぐかな。あ、メール来た、 X は上げてないよね。で11月30と12月1日が誕生日の終わってすぐ、誕生日終わってすぐダメやんか、誕生日すぐ。配信ポスト上げてない、助かる、教えてくれてありがとう。あげまーす。あ、たーちゃんありがとう。ちょっと待って。一旦 X あげるね。これ今画面に私の顔は映ってんのかな。怖い怖い。あ、映ってない、よかったよかった。え、ちゃんと X 上がってる。10月19、20、21月23で明け、年明けて2月の8、9か。X ちゃんと載せれてる、文字ミスないです。ありがとう、花。文字ミスない。素敵。よし、考えよう。考えよう、考えよう。まず生誕ティーは絶対行きたいよね。生誕ティーは11月30に行きたいよね。え、待って、ツーショット会がいつだっけ。ツーショは1月、
1月11、12だっけか。え、1月って3連休なの？そうなんだ。わあ、でも衣装借りれるのかが私はまだ知らないんだよね。こんばんは。あ、成人の日になるほどね。よいしょ。今日の服いい、嬉しい、ありがとう。なるほどね。大人っぽい。びっくり、嬉しい。お、フォートメッセ来てくれる？通信とかでも衣装着れたら衣装がいいんだけどさ。ちょっとさっき聞いてみるね。中はノースリーブです。ワンピースに羽織ってます。衣装借りれるのかな？衣装借りれた場合は変更する可能性あるって思ってくださいね。ね、つぼみとか着たいよね。でも借りれるかどうかが分かんないから。ちょっと待ってね。待って、お菓子探してる。ね、つぼみで通称取れたらいいんだけど、多分無理だろうから。レインボースター。どうしよう。10月19、20でもハロウィンだからなんかしたいよね。なんか見たいのありますか？ありがとう。かずきんちゃん知ったんだよね。せっかくハロウィンだから、なんかコスプレしたいなって思ってます。こんばんは。魔法使い的なのね。そんなんあるのかな。アリスしたいな。本当ありがとう。もうちょっとでもスマホ見ながら、買い物しながら決めたいな。ちょっとじゃあそれを9日に買うっていう配信をしようかな。時間あるかな。ちょっと分かんない、まだ時間があるかどうかは。こんばんは。だから10月の19、20にエアコンつけていい？
つ。1920にコスプレをして、通所は衣装を借りれるかどうかを聞いてみて、借りれたら衣装がいいよなっていうのと、借りれんかったらどうしようか、何がツーショットだと嬉しいですか、ね、S の衣装とか借りれたらいいんだけどね。ね、確かに広角キスリベンジもしたいけど、でももうね、制服は全然良くないからね。確かに私服もありだね、何個か入れるのもありだね。え、誰かツーショットとトークの南部かどうかをごめんなさい、いろいろ頼んで着替える時間あったりします。こんばんは。インボスターありがとう、本当ありがとう。こんばんは。あとありがとう。こんばんは。握手389、あ、3からなんだ握手。24678、おお着替えれるね。ってことは34689、ううトークとはめっちゃ悪ね。ってことは結構着替えれるね。3部からなの私握手。24678ってことは着替えれるね。通称ん違う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 、ってことは4種類ツーショットできるか。24と678と24と678、24と678だから4種類できるから、1個は生誕 T したいなって感じ。どうですか、生誕 T でツーショットどうです。ありがとう。でも今回生誕ってまだ発表されてないけど、マジでみんな着やすい色だからぜひゲットしてほしいです。マジで可愛いのでぜひゲットして、それでツーショット撮るっていうのはどうですか。なんかね、結構可愛らしいのに、可愛らしいけどなんか浮いたりしないみたいな感じ、浮いたりって言い方もあれだ、なんか普通に着てても変じゃないのにしましたし、男女ともに着やすい感じ。ありがとう。なので生誕ティーは来ますね。あと11月30にしよっかな。11月30も生誕ティー行きたいな。
感じなので、ぜひ生誕ティーをゲットして会いに来てほしいです。で、もう10月はなんかコスプレを買いたいなって感じですね。せっかくだしね、ハロウィンだしね。こんばんは。って感じで、あとは何日って言ったっけ、2月、見て、トリック水族館見て、ユネが出てきたみたいじゃない、見て、すごくない、画角的に、ちょっと待ってからできないかな、どういこうかな。2月8日、特会楽しかったかな、ありがとう。できないかなって言って、しょうもないことしてすいません。ねえ、バレンタインだけって特に着るもんないもんね。え、サンタさんしたい、あ、違うか、1月にサンタさんするのは変かな、まだいける。12月1日はどっちがいいかな、12月1日にサンタさんする、本当ありがとう。マジでサンタさん来たいの。1月12月ありやんね。確かに。こんばんは。ね、12月にしようかな。なんだ、ありがとう、レインボースター。だから11月30日までも生誕って行きたいし、だから12月1日はサンタさん着ようかな。でも多分着替えれると思うから、他のも考えたいです。1月のツーショット会は衣装借りれたら衣装借りたいし、やれなかったら、でもツーショット会のになんか4個着るから、そのうち1個にはセーターティー入れたいなって感じです。どうかな、割と決まった。2月はちょっとどうしよう。2月袴着たいけど、袴じゃないわ、振袖着たいけど絶対買える値段でないからちょっと困る。最近多分着れないでしょ、成人の日ならない振袖着たいけどね。
でもね、絶対高いもんね。さすがに買えないもんね。ニワトリの日なんだ。ケンタッキー安いじゃん。こんばんは。そうだね、10月はハロウィンコスプレを考えたいね。何にしようかな。こんばんは。あれ、高み切れてた。こんばんは。かわいい、ありがとう。どうしようかな。え、見て、手でかい。あれ見て、手でかくなるやつ見て、すごくない？ごめん、またしょうもないことしてしまった。そうね、12巻来たいけど借りれないだろうね。こんばんは。かわいい、ありがとう。こんばんは。ね、12巻来たい。先端に立ち座りどっちがいい？どっちでもいい。まあ衣装によるよねって感じだから、まあ要検討って感じ。まだちょっと衣装がどうなるか分かんないから聞いてみて、そこを考えますね。って感じです。充電溜まったからちょっと一瞬。ごめんね。充電が溜まったんでコンセント取りました。価格も変わった。うん、おかしい、全部食べちゃった。可愛いでしょ。これはチコのブラウスです。こんばんは。制服の目のアンコールみたいな。本当だ、ロングのワンピースだから全然そんなことないと思うよ。可愛いでしょこのブラウス。便利でいいんですよ。確かにね、白と黒だとね。固めよかった、ありがとう。めっちゃ視界がぼやける。なんでだろう、眠いのかな。めっちゃぼやける。なぜだ。目疲れてんのかな。
いいや。こんばんは。って感じかな。決まったか。10月は19、20のコスプレは新しいもの、何がいいかな。ちょっと iPad で配信しながらスマホ見ながら考えたいって感じで、11月30日は生誕 T シャツを着るので、ぜひ誕生日が11月23日なので、ぜひ1週間後なので、ぜひお誕生日おめでとうを生誕 T シャツ着て会いに来てくださると嬉しいです。で、12月1日はクリスマスなので、サンタさんとかやりたいです。トナカイになるかもしれない。それもおいおい考えようって感じで、1月の通所は通所だから衣装着たいけど、どうなるか分かんないから、衣装着れなかったらまたなんか考えるけど、衣装を着れても頭2分のどっちかは生誕 T を着たいなって感じ。で、2月はまた考えます。って感じです。でも11月のやつがさ、その花館とかがさ、生誕祭のさがさ11月30日までに会ってくれたらさ花館をかぶれるけどさ、なかったらその1月にしか花館無理とかできないから、通所ではその生誕 T と花館無理とかをつけたいなって感じです。ハートありがとう。こんばんは。なので、いい感じにまとまったくない？みんな覚えといてね。って感じです。ありがとう。メモした。助かる。買い物配信はできたらやりたいけど、ちょっと時間が、スケジュールが分かんないので、できなかったら候補を送ります。送りは絶対するからって感じです。配信はするかはまだ分かりませんって感じです。 OK ですか。了解です。って感じです。また明日もあるので言うなら寝ます確かに X の投票機能とかもね、使いつつまたやっていけたらなと思います。寝るのでランキング読んでいきますね。1、さっちゃんありがとう、また明日。2、ゆのみんさん、2、ありがとう。3位、福スちゃんさん、ありがとう。3位、4位、ロットシフトさん、ありがとう。5位は、プラティパスさん、5位、ありがとう。6位は、スブタンさん、6位、ありがとうございます。7位は、パンダくん、ありがとう。8位は、サワッチさん、ありがとうございます。9位は、ヤックンマメさん、ありがとう。10位は群馬のたーちゃん、ありがとう。11位はゆいさん、ありがとうございます。12位はひろあきさん、12位ありがとうございます。13位はディープインパクトさん、13位ありがとうございます。ありがとうございます。ではまた明日、トーク会や握手会で会いましょう。バイバイ、おやすみなさい。